昭和の黒幕と呼ばれた大道寺稔氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ兄貴。おやっさんがロウを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もロウから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけだろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅんは村長そこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅんか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭っからお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったら、キリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃいよんだら、キリュウさん。ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出やキリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。うん、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 
じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ南雲。じゃがこいつら何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい南雲、連中に俺とはもう切れたと言え。そうすりゃお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな頭。本家の連中に見せたらや、わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのだ。南雲、クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが、おやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやっさんと会うのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの。桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹は決め、松永。田頭もええの。で、
どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は7736179221。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとにこんにちはを表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号の元になった開示表が何なんか分かればええっちゅことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。頭たちは、わしはネットで情報を集めてみます。
悔いだ。墓からも花桶からもひばりかな、小林一茶。食っちまった。軒茂く建てる家々を足引きの山の尾道道狭尾形公安。とんかつ弁当だ。いやはや助かった。私としたことが危機管理が甘かったようだな。それにしても見知らぬ人間を救う君の優しさと心意気、尊敬に値するな。君、名前は？桐生だ。桐生君か。私は西郷、危機管理のプロフェッショナルとして活動している身だ。危機管理のプロ？うん。君は最近の日本に迫っている危機と聞いて何を連想する？日本に迫ってる危機、わからんな。何なんだそれは。言ってしまえば平和ボケだ。今の日本人は平和の上にあぐらをかいている。私は中東を中心に傭兵として戦ってきた。多くの敵と味方が死んでいく姿を見てきたんだ。そんな私から見れば、今の日本人は誰も彼も皆無警戒すぎる。危機意識が足りなさすぎるのだ。ほうだから私はそんな隙だらけの日本人に危機管理を学ばせる活動をし続けているのだ。で、その危機管理のプロがなんでこんなところで生き倒れてたんだ。まあ簡単に言ってしまうと貧血だな。実は私はより大きな危機に対応できるように最強の護身術を完成させるための旅に出たのだ。最強の護身術？うん。私は世界各国を回り
さまざまな格闘技を体に叩き込み最強の護身術を仕上げていった。だがその途中で金が底をついてな、志半ばにして泣く泣く日本に帰ってきたのだ。危機管理のプロならもう少し計画的に動けよな。しかし途中で戻ってきてしまったせいで私の最強の護身術はまだ完成できていない。かといって世界にまた出向く金もない。どうすればいいか正直悩んでいるのだ。よくわからんが、海外に行けないなら近場で済ませるしかないんじゃないか。近場で済ますか。さすが桐生君、まさにその通りだな。金がない私としてはこの尾道近辺で私の護身術完成に付き合ってくれる人間を探すしかない。まあそんな奴いるかわからんがな。そうかね。どこかにいないかね。俺はやらないぜ。まあそう水臭いことを言うな。君は日本の未来が心配じゃないのか。私の護身術が完成するということは多くの人々を危険から守ることにもつながるんだぞ。素晴らしい人助けだと思うんかね。別に思わん。この分からずやめ。カモン。ならば無理やりにでも付き合わせるのみ。何？おいおい待てよ。甘いぞ桐生君。世界各国を回ってきたがこんな相手はそうそういなかったぞ。これは最高の相方を見つけられたな。相方？まさかお前また付き合わせる気じゃないだろうな。よくわかってるじゃないか桐生君。その通りだよ。君と戦っていると自分に足りない動きをいろいろと深く学ぶことができそうだ。今後も私と戦って私の護身術完成に協力してもらいたい。だが嫌だと言っても私は諦めないぞ。それどころか協力してくれないとストーキングとかしちゃうかもしれんぞ。それでもいいのかね。それは嫌だな。たく仕方ねえな。わかったよ。暇な時にでも相手になってやるよ。いい心がけだ。君の決断が危機管理業界の未来を光で照らすだろう。では今日はこれにてまた近々手合わせ願うとしよう。それではさらばだ。また変なことに巻き込まれちまったな。だがあいつも一応危機管理のプロらしいからな。俺も学べるところは奴から学ぶとしよう。うわ、犬の糞を踏んでしまった。
クヒだ、つわものに酒振る舞わん菊の夏目漱石。お、どうだ。ああ、うん、では遠慮なく死ねえきりゃ。クヒだ、ヒダルキは場所を。全員やっちまっていいんですよね。始末にあげろ。すぐ倒れんじゃねえぞ。腕が鳴りますよ。全員やっちまっていいんですよね。全員やっちまっていいんですよね。腕が鳴りますよ。こいつら締めりゃいいんだ。ぐちゃぐちゃにしてやるよ。俺らの恐ろしさ挟み込んでやる。いっちゃいますよ。よけいっちゃ。ぐちゃぐちゃにしてやる。こいつら締めやる。挟み込んでやる。こいつら締めやる。
勝利だ。よーお疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。いらっしゃい。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうよ。クヒだ。覚えきれぬ笑み水。クヒだ。大屋根岩屋さざ。クヒだ。のどかさや声正雄。
ああ。この尾道という古来から風光ここを訪れたこの土地に尾道の先人たちは、お前さんも暇があったら。そうだな。クヒは全部でここ。わかった。クヒだ。日の影は青海原を照らしつつ、十返舎一句。クヒだ。盤石座すべく待つ夜べし、憔悴隠るところ開口を現る。六年重ねて来たる千光寺、三四水明四庫にあり、盤が半ば暗くして繁栄斜めなり。相伝う神戸を巡らして年頃に諸少年に食、騎手せよ先生、かつてよいしところと来参よ。
どうだ。は？うん。では遠慮なく。死ねえきりゃ。時間食っちまった。おっとっと。お、来たな、桐生君。で、何の用だったか。君と戦う中でブラッシュアップしてきた私の最強護身術がついに完成したんだよ。ほう、そりゃよかったな。うん。そこで今回はそのお披露目をしようと思って君を呼び出したわけだ。この護身術で君という最強の男を倒せば名実ともに最強護身術と名乗れるだろう。ふん、面白い。見せてもらおうか。それじゃあ行くぞ。ラストダンスだ。死ぬ、キリュウカズマ。最強の護身術を仕上げたつもりだったが、まだ最強とは名乗れないようだな。だが、なかなか手強かったぜ。それだけ強ければもう十分じゃねえのか。いや、危機管理に十分なんて言葉はない。絶対に安全なことなんて存在しないのだ。だが 100% 安全は無理としても 100% 安全に近づけることはできる。私は危機管理のプロとして生きる限りはそこを突き詰めていくつもりだ。そうか。ならこれからどうするんだ。実はまた海外に行こうと思っている。海外に？金はできたのか？できていない。だが世の中にはギャンブルという便利なツールが存在する。今実はバイトで金を貯めていてな。今度それを全てつぎ込むつもりだ。お前
本当に危機管理のプロなのか。だがいずれにしても海外に行くのはもう少し先になりそうだ。それまではこの辺りにいるから、もし何かあればいつでも呼び出してくれたまえ。君には借りがあるからな。全力で協力させてもらうぞ。ああ、分かった。ん？どうかしたのか。いや、急に殺気を感じてな。気のせいか。誰かが見ていたような。そうか、誰もいなさそうだがな。まあ私の思い過ごしかもしれないな。だが気をつけておいた方がいい。前にも言ったが、最近の日本人は平和ボケしすぎていて危機意識が足りないだろ。よくわかってるじゃないか。もう君に私から教えられることは何もないようだ。じゃあな、君に危機が訪れないように祈るとしよう。グッドラック。